今日は東京のおすすめブリート店を全部回ってきます。全部で4店舗あります。すごいお腹空いた。それでまた手伝ってくれるのが K。 ああお腹が空いた、楽しみだね。まあ全部美味しいんだけど、今日はちょっと食べ比べをしてみよう。 K はブリートが好き？はい、メキシコ料理が好きだよ。じゃあ行ってみよう。はい、ここは祐天寺です。それで最初のお店はトライセラトプス。トライセラトプスはトリケラトプス、そう、恐竜のこと。そこのブリトがめちゃくちゃ美味しいから行ってみよう。OK、 トリケラトプス買ってきました。よし、今日買ってきたのがカリフォルニアブリト。食べるのがすごい楽しみ。OK、Let's try it。 これはね、オリジナルサルサ、エクストラサルサ、of course。 ブリトはこちら、カリフォルニアブリト。おお、いい感じ。早速食べてみよう。中身はこういう感じ。じゃあいただきます。うん、おいしい。カリフォルニアブリトは中にステーキとフライドポテトが入ってる。それとサワークリームも入ってて、めちゃくちゃおいしい。これはいけるわ。アメリカンスタイルのブリトだね。じゃあこのオリジナルサルサも試してみよう。ちょっとかけて。うん、めちゃくちゃおいしい。ちょっとこのサルサはちょっと甘いかも。なんかその甘さがすごい合う。 OK, so now I'm gonna try it. Oh, it's beautiful. All you have to do is just squeeze a little bit in it. OK, it's done. Oh, it smells good. じゃあいただきます。うん、おいしい。 I like this. じゃあソースをかけてみよう。これですね。ちょっとだけ。うん、でもさ、ちょっと甘いですね。 Well, as for me, personally, I prefer the original version. 代官山に来ました。じゃあ次のお店は Frijoles っていうブリート専門店のお店。じゃあ行ってみよう。よし、買ってきた。いや、でかいな、これ。フリホーリーズのブリートはめちゃくちゃでかい。顔と同じくらい大きい。開けてみよう。まあ、今回買ってきたのが、スパイシーポークのブリート。わぁ、すっごい。なんか、コーンとライス、それとビーンズとポークが入ってて、めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。うん、やばい、めちゃくちゃジューシー。そしてこのサルサが辛い。うん、ちょっとピリ辛、めちゃくちゃうまい。これはいけるわ。半分食べても結構ボリュームが大きいね。ほら見てね。そしてフリホーリーズに行くときはいつもこの A&W ルーツビールを買ってる。いや、これは本当に懐かしいわ。いただきます。うまっ。いや、さっぱりするわ。やっぱりルートビアはうまいわ。おすすめです。じゃあ今回は俺の番だね。おお、わあ、so many juices。 おお、おお、 see this one。 じゃあいただきます。お、うん、やばいね、これすごく美味しいですよ。 The rice is so soft and also the meat。うん、じゃあ次はこれですね。I never tried that before. I don't think we have it in our country or in my city. じゃあ let's try it. Oh, what is that smell? いただきます。あー、なんだこれ。あー、この味変だよ。まずい、まずい。あ、ダメダメ。あ、oh, it tastes like a Chinese medicine. Not for me.
はい、原宿の代々木公園に来てます。で、次のレストランがグズメン・イ・ゴメズ、表参道にあるレストラン。 Let's check it out。じゃあグズメン・イ・ゴメズのブリタはこんな感じ。うん、まあそこまで大きくないけど結構重さがあるみたい。 Alright, let's try it。 これはビーフのブリトで結構中に肉がたっぷり入ってる。いただきます。うん、Yeah, that's good。 いや、これビーフうまいね。これ野菜はあんまり入ってない。これ美味しい。いけるわ。Good。 じゃあ次、私の番ですね。いただきます。うん、これがうまいんですね。うん、美味しい。やっぱりビーフの方がいい。これもっと柔らかいんですね。うん、 I like this one。 これがいい。 No compares to the last。 I prefer the beef one。 It's really deliciousうん、グズメン・イ・ゴメズが面白いのが、いろんなホットソースがあって、ここにあるのがハバネロソース。じゃあちょっとかけてみて食べてみよう。こんな感じ。じゃあちょっとつけていただきます。うん、でこのハバネロソースはかなり辛い。でも美味しい。これはおすすめ。じゃあこのホットソースを食べてみよう。おお、美味しそう。いただきます。あ、辛い。うん、でも美味しいよ。やっぱり辛いものが好き。うん、四川人だから。はい、新宿中央公園に来てます。最後の店がクロニックタコスっていうんだけど、これは新宿のブラスっていうフードコートの中に入ってるタコ屋さん。それでそこのブリートを試してみよう。今回はチキンブリートにしました。よし、あ、美味しそう。こんな感じ。それで追加にグアカモリも入ってる、アボカドディップ。じゃあ最後のブリートいただきます。うん、ちょっと辛いソースが入ってて美味しい。それでグアカモリのマイルドな感じがすごく美味しい。うん、いや、ブリートたくさん食べれるわ。うまっ。それでブリートに合うのはこれ、マウンテンデュー。めちゃくちゃ懐かしい。これも久しぶりだわ。じゃあ乾杯。うん、あー、 That's refreshing。うん、うまい。あ、甘くてさっぱりするわ。これはいい。レモンの味、おすすめです。じゃあ最後は私の番です。おお、美味しそう。いただきます。うん、これはいいね。うん、美味しい。 Hey guys, I found my favorite. I like this one. 腰の方がもっと辛いですよ。 I like spicy food. 一番美味しい。おお、この鶏肉、あ、すっごく美味しいですよ。じゃあ次、マウンテンデュー飲んでみよう。あ、これは初めてでね。おお、いただきます。お、これが好き。 It's so fresh. I like the lemon taste. This one is good. It's better than the last one. That Chinese medicine is really not my type. But this one, I highly recommend this one.Mountain Dew。 いや、今日はめちゃくちゃ食べたわ。ブリートの店4つ回ってきて、 K は一番好きだったのはどっち？あ、やっぱりクロニックタコスが一番好きです。まあ、今日行ったレストランは全部美味しいから、チャンスがあったらみんなも行ってみてね。それで他に美味しいブリートがあるところ知ってたらコメントで教えて。じゃあ Show you next time。